まだ登場させていただきましたバグパイプの加藤健です。では、今回は今もちょっと知られてるかなと思うディズニーの曲なんか含めてやったんですけど、ちょっともうちょっと知られてる曲でいこうかなと思いますが、またトランペットのサキャルさんと一緒に、アメージンググレースをやろうと思います。よろしくお願いします。それではロシア民謡行きましょうか。スコットランドの楽器なんですけど、日本の曲もやったりとかいろいろある中でロシアの曲もちょっとできそうかなというのがありましてじゃ あのロシア民謡でまあまあ有名かなと思われるカチューシャを行こうと思います。
どうもありがとうございました。では、ロシア民謡の次はアメリカ民謡行きましょうか。線路が続くよこれアメリカ民謡なんですね。線路は続くよ、どこまでも行こうと思います。次ちょっとバグパイプソロで日本民謡を行こうと思うんですけど、それ終わった後また交代しましょうかこの日本の曲は結構有名な曲なので、あえて曲を名を言わずに演奏しても分かる方も多いんじゃないかなと思いますので、演奏を開始してしまいます。ではゴーオンバックパイプ&トランペットの時間第2部を終わりとしていただきまして、マヒコさんのまたウクレレの方に楽しんでいただこうかなと思います。